かわいくなトイレです。はい、今回ちょっとね、私一人で、撮っているんですけれども、伊藤さんがですね、皆さん知ってますかね、伊藤さんというやつがいるんですけれども、あいつが、撮影に完全に遅刻しまして、もう撮影終了時間が1時間経ってるんですよ。で、なんかもうこれちょっと逆に利用してやろうかなってところで、20日のプレチャーズちょっと裏テーマがあるような動画やりたいなと思ってまして、まあその名もですね、伊藤に言わせたら勝ち選手権ということでですね、まあこれからまあ偽企画、を撮るんですけれども、そこで伊藤に言わせたいセリフを、レベル1からレベル5まで今回ちょっと用意してくれたと。ちょっと何を言わすかはね、今、普段編集やってくれてるベイさんにね任してて、僕分かってないので、ちょっとこのお題次第なとこかなとかあるんですけれども、でちょっとそのお題をちょっと見てみましょうか。お題こちらです。はい、はい、はい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 、なるほどね。どうおい、ちょっと待ってくれ、結構レベル高いよこれ。え、ちょっとこれ出ないって、レベル5は出ないって、文章だもん、こんなの単語じゃないじゃない。ちょっとレベル1から振り返っていくと、1、アフロ。アフロね。店企画はもうアーサルの放出リストについて考えるって企画なんですけれども。まあ、アフロはいけそうやな、これな。結構出る可能性高いと思いますよ。そうだね。まあ、アフロ多いですし。そう、アフロ多いし。まあ、単語としてももうすっと3文字だから。あ、これは可能性あるな。今、新規一点。あいつね、多分だけどね、この言葉知らないと思うんだよ。新規一点、地味にむずいな。3番。俺だったら出さない。ああ、まあこれ放出の話なんで、これは結構確かにいけそうっちゃいけそうかもね。結構俺だったらシリーズ多いね。そう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 。まあ俺がこう、なんか暴れて、いや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 、俺だったら出さないけどねって言って、4番目、ファッションモンスター。これは、まあまあもちろんベジリンのことですね。これはね。で、最後にレベル5ですね。まだ慌てるような時間じゃない。これはもうかの有名な、スラムダンクの仙道。のセリフですけれども、だからまあもうこれに関しては俺が割ってればいいってもんな。そうですね、なんかうまいこと誘導してくれればワンチャンあるかなみたいな。確かに確かに、俺がもうこうだこうだこうだ、もう誰々も出せ誰々も出せもうみんな出せみたいな時に、いやいやまだ慌てるような時間じゃないとっていうような感じで、ちょっと事前企画やっていきたいと思います。レッツゴー。安いかわいくなすどめるです。よし、どめです。アーサルの補強ポジション順位。何そのふわっとした。はい、ということでですね、タイトルは、はい、まあ現在ですね、はい、アーサルめちゃくちゃもう移籍で騒がしいでございますよ。あちあちですね。もういろんなポジション、うん、いろんなポジションの選手が出てるんだけど、うん、もう俺が補強部門だったら、うん、まずこっから埋めないとあかんぜよって言ったところを、なるほどなるほど、ちょっとやれればいいのかなと思って、はい、まあ早速行きましょう。はい、まずはですね、うん、もう1位から、うん、発表していこうかなっていうふうに思っております。おお。まず一番補強してほしいポジション。はい。センターミッドフィールダー。高いなくなるわ。はい。まあトレイラゲンドゥージいなくなるわ。そもそもセバージョスいなくなる。一年で4人いなくなることある？同ポジションで。いやもうほんまそうよ。まず放出とかの話いくんですけれども、うん、はい、チャカとか、うん、あとはまあゲンドゥージ、はい、トレイラ、はい、ここら辺側は焦点となってくるし、うんうん、まあエルメニーは残すと思うんですよね。エルメニーって、うん、もう役割も、うん、めちゃくちゃ彼独特とか優秀じゃないですか。優秀だね、役割はね。そう、うん、あと、まあ、これから話すんですけど、うん、まあ、あの枠的にも、はい、エルネニーは残ってもらわんとだいぶスッキリしてしまう可能性があるんですよ。そうだね、まあ、うん、いろいろ例えば、まあ、ルイスとか、はいはい、ゲンドゥーチとかウィリアンとか、うん、この3人がグッと抜けるときに、うん、エルネニーあの枠一人になっちゃうじゃないですか。そうですよ、モコモコの枠。そうですよ、モコモコだし、やっぱ最近といったらアーサルはやっぱりね、ね、あの髪型というか、そうね、毛量で、そうよ、誇ってるとこありますからね。あんな髪型をさ、あの集めてるクラブってそんなないんじゃない？いや、いないよ、珍しいよ、あれは。シティいる？そう、サネガがね、誇っていましたけど、いなくなってからは可愛げなくなったし、ね、うん、他ビッグシそうどうでもいいよってね、ちょっとビッグシ髪型の話めちゃくちゃどうでもいいだ。いや、ただそういう意味でも、はい、エルネギーはまあまあまあ必要なインパクトありますね。そう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 、うん、なんでまあここはもうガラッと変えて、そうだね、もうだいぶ変わりますからね。ジャカーなんかはね、本当は残留してほしいところではあるんだけどもね、うん、難しいよね。ただもうここはもうある種、はい、アルツは3年目ですよ、はいはい、
もう気持ちよくというか、うん、もう新たに迎えますよという、もう3年目ですか。そうだね、そう3年目だけど、うん、なんだったらここがある種のスタート、うん、気持ちよくじゃないですけど、はい、アルテタなりのスカッと始めるにあたってまず CMF、うん、ここはちょっとまあありなんじゃないかな、はいはいはい、2枚はね、うん、なんじゃないかなと思っております、うん、そして第2位ですね、メイサグバック。はいはいはい、こちらも同様の理由ですね。そうですね。まあ、ここもガラッとメンバー変わりますよ。まず、ネジリン。はい。彼が、うん、まあ、おそらくいなくなると。うん、彼といえば、うん、もう、H&M じゃないですけど。H&M じゃないですけど。うん、彼といえば、やっぱりあるじゃないですか。候補えそういう枠は、いてほしくないですか。まあ、それはね、ちょっとね、可愛げないというか、なんかつまんないですよね。ある意味ね。そうそう。うん、だし、ね、H&M とかそうだし、最近だったら424とコラボしてます。彼、はい、といったら代名詞もあれでしょ。そうだね。ね、うん、あれだ、あれでしょ。だから、あの枠ですよ。彼、ぶち抜けた怪物じゃないですか。まあそうだね。もう、うん、本当に、まさにキャリーパイパイのあの歌詞の通りですよ、うんうん。あの有名な歌。ファッションモンスターというそうですよ。ね、だから、それがある。だから、それがある。ね、だから、それがあるから、うん、やっぱり、ベジェリンはね、ここはちょっと、まあ、この枠ですよね。関係あるから。いや、ありますあります。あとね、ちょっと噂になってるのが。うん、チェンバースとか、うん、ちょっとここがこうまあただベン・ホワイト来た時とか、もしかしたらチェンバースチェンバースいなくなる嘘でしょ。え、どう、お前だったらどう。チェンバースはステイ一択じゃないですか。お前だったらもうなら、まあ、結論はだから結論的に言うと結論言うと、うん、残しですね、チェンバースはね。出さない、うん、出さない。お前だったら出さない、うん、なるほどね、うん。はい、左サイドバック、はい、ここも、まあ、より控え、ティアニーも、もうほぼほぼ契約延長するんじゃないかと言われてますけど、結構ね、5年契約とか、大きな契約を結ぶんじゃないかってね。いや、でもなんか、一時期シティ移籍するんじゃないかとか、なんかそういう噂ありましたね。いや、もう考えられないですよね。いやー、ダメだね、そこ。おー待てよ、もうそんなことしたら、めちゃくちゃ慌ててるよ。考えてみ、だって、中盤6分の4減る、うん、右、ベジェリンとティアニー、仮にいなくなるとか、ラカゼットいなくなる。めちゃくちゃ慌ててるからね。こんな慌てることあると。すごいね。去年に引き続き、なんか、まず放出が多すぎだね。そう。めちゃくちゃあるんですけれども、ここはちょっとね、いや、でももうなんか、うん、そういう風な、うん、戦術取ってみるのも、なんか、おもろいかもしれんわ。いや、おもろくないよ。ちょっとバックス勢の話し続きいくんですけども、はいはい、CB は、うん、私、最下位の6位に。ああ、させていただきました。センターバックいらないでしょうね、はいはいはい、普通に考えると。そうなんですよ、まあ、うん、ベン・ホワイト話あるし、うん、まあアーセルの中では結構こう揃ってる方。まあそうだよね。そう、まあなんならそのベン・ホワイトすら必要なのかどうかっていうところは、そうそうそう、結構にわかにありますけどね。あとはやっぱりですよ、ルイスのとこ入るとして、うん、ベン・ホワイトって意外とこう髪ショートなんですよね。もういいよね、それはね。そこもね、こうバランスは欲しさあるんだよな、個人的には。いや違うね、これ結構ね、うん、これあるんですよ。だから、あのこのパッと見の、あーそうそうそう、印象というか、うん、やっぱルイスってあれがあったこそ、あの、花があったと思うんですよ。トレードマークというかね。そうそうそう。うん、そこで、急にいなくなってくると、うん、やっぱりちょっとこっちとして悲しいんだよね。そうね。もう誰が誰か分かんなくなっちゃうね。誰が誰か分かんないんだよね、ベンホワイトから。イケメンアンセル多いから。そうだね。またイケメン加わっても、うん。違うんだよと。違うんですよ。俺はもう、これが欲しいんですよ、これが。そうです。これが、これが。わかりました。え、どうも、お前は。いや、いや、関係ない。この枠、実際結構。サリバいいでしょ。サリバ結構モコモコしてるでしょ、なんか。でサリバは、ブロッコリー、あの、モコモコしてるけど、ルイスほどではないじゃん。ああ、なるほどね。やっぱルイス、うん、ウィリアム、うん、これぐらいの、あの髪型。もういいや。長い、この話だけ5分ぐらいしてるから、ちょっとな、あの髪型に、ちょっとこうどうなるかとかありますけれども、はい、まあ6位に CB と。はい。第4位ですね。おセントフォン、うん、まあ、ラカンのね、こう契約が残り1名なので、うん、そうなんだよね、ここなんだよね。アーセナルやっぱ放出下手じゃないですか。はいはい。なので、まあちょっとここで、ね、まあもう、これもある種、リフレッシュなのかもしれない。新たに一からという意味で。売り時ならここなんだよね、ラカゼットはね。そう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 。ただ残ってほしいというか、そうそうそう、実力もあるので、うん、非常に難しいな、これはな。だからもう勢いで、うん、勢いだけ出しますよ。うん、お豆はもう売っていい。おー、聞く出たね。もう勢いでいきます、私。もうこれぐらいで、もうほんとチームを刷新する。なんて言うんですかね、こういうこと。なんか、なんて言うんかね、なんかこういう、ことをなんかこう、なんて言うんだろうな。なんか四字熟語で綺麗に締めたいなと思ってんだけど。
なんかあるかな。ねえ、なんかこう心機一転や。ああ、まあそうだね。心機一転みたいな感じだよ。言うて言うて言うて。第5位、オフェンシブミッドフィルダー。ここに5位です。私はミスロー、サカ、うん、そしてペペは、そう、割と盤石なんだけど、盤石、それ以外がまあいねえと。そうなんですよ。ただ今のアーセナルってこのスタメンクラスがいないポジションも多いし、はい、そもそも人数が足りないとかあるし、仮によ、もう本当に刷新して、うん、ロー出すとかだったらどうするよ。ブリ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 、うん、フロントが、うんうん、大慌てしてよ、はいはい、もうなんかお金欲したというか、なんかもうそれこそ心機一転しなきゃというか、うん、刷新しなきゃみたいな、うん、大慌てになった時にさすがの仙道ももう黙っちゃいないと思うよ、俺本当に。いや、もう慌てる時間じゃない言うてね。そう、負けてますから彼は。そうか、あの試合負けたから。あの試合負けてるんで。そうだね、もう慌てる時間じゃないか、なんだっけ、まだ慌てる時間じゃない。あ、そう、まだ慌てる時間じゃない、ね、そうだね、そうだね、うん、もあるんで、うん、ただ生徒の声が届かないので、ね、そうだね。ここはスミスローの、うん、ここだけはちょっと守ってほしいなっていうふうに思っております。あとはやっぱり、ビジュアル。あ、まあ、ここですよね。意外とそこ重要ですからね。そうですよ。やっぱインパクトがグッと減っちゃうんですよ、彼ら。最先端。ウィリアンいなくなるんだよね。ウィリアンの唯一の要素のあれ。うん。あの枠。まあそうですね。もういいって、おい何回出すの本当に。びっくりするわ、俺も3回も出されると。そうね。じゃあ感じですね。はい、以上、感じていただきました。はい、またですね、アーセナルの噂とかあれば、はい、ぜひぜひこうやっていけばいいのかなというふうに思っております。はい。ということで、よければチャンネル登録お願いします。はい、各種 SNS 概要欄は概要、各種 SNS ゲームチャンネル概要欄からお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。バイ。ということで、田辺さん何点ですか ?4 点です。よし、何がよし、はい、ということでですね、うん、こちら、裏テーマがありました。え、はい、伊藤に言わせたいセリフ選手権。私、結構頑張ったでしょ、これ。いや、ちょっとね、無理あった。なになになに、そのやりすぎ感じやりすぎ無理くり感あったか。あー、あー、はいはい、アフロのとこか。ああ、そうですね。アフロは、レベル1アフロでした。これ失敗したね。唯一失敗。まさかのですね。アフロ全然言わないもんな。モコモコとか言いやがってさ、マジで。アフロって言ってないのか。アフロって一回言ってたわ。ああ、そうなんだ。マジでこれで、ね、悔しかった。俺めちゃくちゃこの会話で引っ張ったもんね、俺ね。3回もバネ振ってますよ、ね。そうなんだ。やっぱくどいなーって。俺もう全部編集でカットしたと思ったけど。何4点って。他、なんかありますか？なんかありますか？気になったワード？気になったワード。いや、ちょっと答え合わせしてますか？はい。レベル2、心機一転。あー。これちょっと、これ強引だったね。これもかなりやってましたね。なんて言うんだっけはアウトかもしれない。そう、四字熟語でなんて言うんだっけって俺言ったから。ただ一発で出てくるとよかったわ。ああ、そうだね。これ心機一転が。普通にこれはナチュラルに、ああ、たまたま出ないだけかなって思った。ああ、いやいや、違う。これもう、だから、めちゃくちゃ俺、だから、刷新とか、リフレッシュとかめちゃくちゃ言ってたから。言ってたね。お前の心機一転を引き出すために。ただもう、無理くり最後、四字熟語。でも、言ったね、俺はね。そう、言いましたよ。で、第3位。はい。俺だったら出さない。これは、どこ、ティアにした。ああ、はい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 。出すわけがないじゃん。あったわ、なんかこいつ、やたら、出さねえっつってんのに、なんでこんな聞いてくんだろう。すごいなぁ、思ったんだけど。ここですね。ティアに、俺だったら出さないから、さらば、レベル3。レベル4。うん。ファッションモンスター。あったなぁ。これは、これもなんだ、こいつ。めちゃくちゃもう頑張ったもんね、これも。動画に、あんま関係ねえなぁ、そうそう。これもう、あんまくどいとカットすんぞって。思いながら、これ練習すんの俺でもね、俺これ頑張りました。結局言ったもんね、ファッションモンスターね。最終的には言いましたね。そう、最終的になんとかファッションモンスターをこう。ああ、言ったもんね。ひねり出して。なんかこれ言ってほしいのかなと思って。言ったけど、ああ、なんかそういうのがあったんだ。そうですよ、ファッションモンスター。で、レベル5。マックス難易度が、まだ慌てるような時間じゃない。これはもう完全な誘導だね。オバメラか出すわけないじゃんとか。ティアに出すわけない。もう慌てる感出したくて。無理くり嘘の情報を。やばい、どうすんのこの動画。俺着地地点わかんなくなったんだよね。てな感じですね。結果的に4点。いや、まあ個人的に、いや、まさかアフロが一番むずいとは思わんかった、俺。
アフロって言わなかったんだ。言わなかった。全部避けてた。って思ってないんだね、俺。多分ソバージュとかなんかそういう感じ。どう考えてもアフロだなと。なるほど。だったんですけど、ちょっとなんか次機会あればリベンジしたいけど、まあしばらく後やな。なんだ、こんな感じになるとね。何か少し違和感はあって、こう言われると。言われると違和感はあった。ってな感じですね。まあ本企画の、伊藤に言わせたい選手権でした。よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。各種 SNS、ゲームチャンネル、概要欄お願いしますね。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。元気出せ。